得意技は、大内刈りと内股です。私はですね、柔道を始めたのが非常に遅くて、高校3年生の時の、体育の授業で一番初めに柔道着を着ました。ですので、スタートが遅かった分ですね、練習の終わった後一人打ち込みをして、できるだけ、早く技を習得するように心がけてました。練習打ち込みして、まあ、乱取りしてとか、そこら辺は一緒なんですけれども、一人打ち込みは、大体終わってから30分ぐらい、行ってました。イメージがよりクリアになったこと、そして、あとは技をかけるタイミングとかっていうのが早くなったっていうことがあります。私 の、 得意技の大内刈りを説明したいと思います。よく試合では喧嘩四つではなくて相四つの相手によく決まりました。で、相四つですので釣り手引き手、自分の、一番いいところなんですけれども、基本的には釣り手は、相手の鎖骨のあたりをしっかり手首を立てて持ちます。そして、引き手は、相手の肘の横ですねを持ちます。で、手はですね、両肘を少し高めに維持しながら引くように、そして自分の、この脇を開けるような感じで引いてきます。ですからこういう感じで入ってきます。手を持ったら、引きます。よく間違いやすいのは、自分が入りますから相手を一緒に、ね、押してしまったり、あとは、こういうふうにひねったり、こういうふうにしてしまう。こうしてしまうと相手との距離が縮まらないまま自分だけが入っているような形になってしまいますので、相手をこのままに刺したい、または少し前に刺したい、そして、自分がこの位置にピタッと入る、位置にピタッと入る。ですので肘は、あまり自分の方にくっつけてしまうと今度は動けなくなってしまいますので、少し脇を開けてた方が自然に入りやすいです。1、2、1、2、1、2。そして一番大切なのは顔ですけれども、顔はですね、相手の、左肩の、自分の引き手の方ですね、こちらの方にピタッと、で目線は投げる方向にを見てください。そして今度は足ですけれども、足はですね、相手のつま先に線を結んだ真ん中に1本目を持ってくるような感じ。1で、つま先はできるだけまっすぐの、まっすぐ置く。1、2、1、2。で、大切なのは大内刈り、軸足をできるだけ早くポンポン持ってくることです。で、つま先を少し、1本目のつま先をかかと少し開けて、2本目の軸足をその下にすぐに持ってくる。自分の軸をしっかりと立てるということです。かけるときにこういうふうになってしまうと、これをけんけんで追っていったときに追い切れなくなってしまいますので、 1,2 とで、できればこの2本まではしっかりと自分の軸の重心の下にですね、この軸足があるようにしてください。そうすると長く相手を早く、追っていくことができます。 1,2 と、 1,2 と。刈り方なんですけれども、刈り方はですね、1歩目、これ向こうから
自分の私の膝が見えてますよね。このように入ってください。これがこういうふうになったりすると見えないですよね。位置としっかりと相手の股の間に膝が見えるように、はい、1、2、そして仮足はつま先を立てて横に、で自分の内ももを開くようにそんな感じで買ってきます。そしてつま先を上げて開くような形で持ってきます。私の得意技のおうち狩りを練習するときによく一人打ち込みを練習の後に行ってました。その説明をしていきたいと思います。まず一人打ち込みですけれども、できるだけ、大きな動作で、そして正確に、そして、一つ一つをチェックしながらという、この3つの点に、注意しながら行ってました。まず、大内刈りですけれども、一歩目しっかり踏み込みます。その時の自分の膝の、角度を、意識して、できるだけ重心を低く、そして2歩目を、一歩目のすぐ近くに持ってきます。 1、2、 その時に足だけを練習するんですけれども、上半身もイメージで、相手がいるようなイメージで行いながら 1、2、 1、2。で、大内刈りで一番大切なことは相手を刈る、この時にできるだけ自分の、刈る動作が大きな動作になるように、刈って一歩前に出るということが、大切です。 1、2、 つま先を上げて大きくできるだけで一歩前に出る、一歩前に出るっていうのは、相手を、体で押すイメージで、一歩前に出ます。ですので一人打ち込みでは、まず、自然本体から 1、2、 そしてここで一旦止まります。で、自分の重心の位置から膝の、角度、そして、腰の、位置ですねを確認しながら、一旦ここで止まります。そしてつま先を上げてできるだけ大きく、そして一歩前に出る。で、この時には、内ももをできるだけ離すような、形で、一歩前に出ます。できれば、ハサミのような感じで足をね少しこうクロスするような形で前に出てきます。ですので一人打ち込みは 1、2、 ここで一旦止まって、でつま先を上げて3、それを 1、2、 つま先を上げて3、一歩前に出るというような形で、練習の後にですね、一つ一つの確認をしながら行ってました。相四つの相手の小内刈りから大内刈りの技の説明をしていきたいと思います。まず、相四つになりますので釣り手からではなくて引き手から取るような形になります。 でこの時に少し相手を引きますと同時に私は、右足をちょっと回します。そうすると相手がそれに反応して出てきます。そのところに小内刈りで、その足を置いて次足で大内刈りで行ってもいいですし、タイミングが合えばですね、ここで引いた小内大内と足を置いて一歩置かないで続けて小内大内小内大内小内大内と続けて行っても構いません。で、こちらの手は上からでもいいですし、前を持ってもどちらでもいいです。できるだけタイミングを早く、この技は組み際の、技で非常に効果的です。
私の得意技の内股で最後一本取るんですが、大内刈りから、内股の連絡ということで説明させていただきます。まず、喧嘩四つの相手に対して、この技は、効果的です。相手のこの鎖骨のあたりを、持ちます。で、手首はですね、できれば、しっかりと立ててください。こう寝かすのではなくて立てて持っていきます。で、相手の鎖骨あたりに、持っていきます。そうするとしっかりと相手をコントロールすることができます。そして引き手なんですけれども、喧嘩四つですから少し遠いです、相手と。ですので、希望はですね、本当に深いところを持てればいいんですけれども、なかなか試合では深いところは持てませんので、まず横からですね、肘の少し手前ぐらいでいいかと思います。で、相手の肘を要はコントロールする、できる位置ということで、しっかりと持ってください。こちらも一緒です。しっかりと立てるみたいな感じです。いいですか？寝かしたりこういうふうに しないで、しっかりと立てて、相手の肘にここに線ができるような、柔道着に線ができるように、持っていきます。こういう感じで。引っ掛ける足はですね、相手の右膝の後ろあたりを引っ掛けます。で、少し相手がぐらっとこう来るぐらい、あまり下だと、効果的ではありませんので、膝から少し上、ももあたりを引っ掛けるような、そんな感じです。で、フックするような形ですから、ちょっと自分の方にちょっとこう持ってくる感じ、こういう感じ、こういう感じで、その時にこの右足を、左足を前にスイングさせながら、右足を前に持ってくる。で、この時に、1、2で入るんですけれども、つま先は投げる方向に向かってまっすぐ、つま先を向けます。決して相手を自分のお尻で相手に後ろに押すことのないように、内股で投げますから、つま先、相手の崩しがこうつま先になるような、そんなスペースはここに必ず作って、自分が前に入ってくるような形です。引っ掛けて内股で跳ね上げるときには、相手の、右足側を跳ね上げます。あまり深く入ってしまうと相手のこちら側を跳ね上げてしまうような形になります。それと自分が内股を、足を上げるときに、こうではなくてこういう形でスイングするようにしてください。内股ですからこうです。ですので、引っ掛けて、そしてこっち側を跳ね上げる、こういう形で跳ね上げていきます。私は毎日、道場に上がる前に必ず今日やることを、決めてました。で、今日の目標、そして、1週間の目標、そして、月の、目標、そして1年の目標ということで、できるだけ毎日毎日やったことを一つ一つ積み重ねて、でいくような、そんなイメージを、持って、畳の上に登ってました。それが多分、世界に向けて、階段を登っていくステップになるのではないかと思っておりますので、皆さんも一日一日の練習、今日何をするのかっていうのをしっかり考えて道場に上がってください。